白川村ジュニア観光大使は、世界遺産白川郷を訪れる県内外からの小学生の観光ガイドを務めたり、村の歴史や伝統文化、自然や暮らしなどの魅力を広く発信したりします。任命式では、宮丸和幸教育長が児童たちに任命証書を手渡し、ジュニア観光大使の証となる白川郷の合掌集落をデザインした揃いのハッピーを授与しました。他県の人や外国の人に対して白川村を PR していきたいです。全国に白川村のことを知ってもらえるように頑張りたいです。観光大使となった6年生16人は、今月18日からの修学旅行中に県外で PR 活動を行うほか、来月3日に修学旅行で白川村を訪れる岐阜市内の小学6年生の観光ガイドを務める予定です。